研究これからも続けてください、はいね、ありがとうございました。これを参考にですね、またちょっとバタの中のグラスフェッドアイスちょっと磨いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回のゲストはアイス研究家のシズリーナ新井さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。FM93 AM124 に日本放送渡辺美樹5年後の夢を語ろう。ミキ渡辺渡辺さあ、続いてメールを紹介させていただきます。お願いします。入っていただきます。はい、ラジオネームのディープカキパクトさん、はい、日本ダービーが行われる東京競馬場で唐揚げの天才がキッチンカーで出店するという情報を SNS で拝見。お、そうなんですよ、うん、東京競馬場に今度のダービーの時に出るんですよ。やりました。素晴らしい唐揚げの天才。私は競馬歴35年ですが、全然当たらないから最近はラッキーナンバーで馬券を買っています。つまり考えないでね、うん、ラッキーナンバーだけで買っていると。お二人のラッキーナンバーの数字を2つ教えてください。ステイさん、やっぱり3と1ですね。3、1、はい、大さんと流します。そうです、もう簡単ですよ。あまりにも単純です僕は車のナンバー、自分の車のナンバー39なんです。39、39、ありがとう。これも単純です。それも単純じゃないですか。ステイさん、こういう競馬とかやるんですか。まあ、やんないですね。やんない、全くやります。やんない、やんないです。いや、もう一回やったら当たったの。なんでまたそれいや、ほんと、また上から見るけど、ほんと、一回やったんですけど、普段当たっちゃったんですよ、で、その後、ドッグレースやったら、ドッグレース、8レースが全部当たっちゃったんですよ。あ、いや、これはまずい、これは僕当たるんだだから、こんなこと教えてください。これは以上、メール紹介でした。テリーさん、また次回もよろしくお願いします。お願いします。今のお話を受けて、明日の競馬の日本ダービー、渡辺さんの好きな数字3番と9番をワイド馬券で5000円、テリーさんの好きな数字3番と1番をワイド馬券で5000円、番組では購入しました。日本ダービーが開催される東京競馬場では、明日渡美とテリーさんが組んだ唐揚げの天才も出張出展しています。競馬ファンの皆さん、ぜひお立ち寄りください。20周年を迎える大人のミニフェス、スローライブ、9月1日、2日、3日、4年ぶりに池上本盆地で開催。2日の出演は、オリジナルラブ、ビギン、スペシャルアザーズアコースティック、奇妙麗太郎ほか。詳しくはイベント公式ホームページまで。三宅裕一です。春風亭昇太です。私たちが出演する熱海五郎一座最新作「幕末ドラゴン」を5月31日から新橋演舞場で上演します。私たちと共に出演するのは渡辺正行、ダサール石井、小倉久弘、そして幕末と交互出演の深沢邦之。今年の豪華ゲストは檀れいさんと桃色クローバー Z の玉井詩織さん。チケットは絶賛発売中。お問い合わせはチケット本松竹 0570-000-489。 私たちとゲストお二人がお客様を爆笑と感動の世界へお連れします。ぜひ劇場へお越しください。この番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談、何でも結構です。メールアドレスは夢5@1242.com、 夢5@1242.com。 この番組では放送終了後、ポッドキャストからでも番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。夕刊フジで毎週火曜日、渡辺美樹経営者目線を連載中です。夕刊フジ公式サイトからも無料でご覧いただけます。さらに渡辺美樹さんの YouTube チャンネル、渡美塾もぜひチェックしてみてください。渡辺美樹5年後の夢を語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美樹でした。あなたの夢が叶います。
くさい。東京すごい花火、ユーミン 50th アニバーサリー真夏の夜の夢、7月5日水曜日に東京競馬場で開催。ユーミン主力の楽曲の数々とともに大迫力の花火ショーをお送りいたします。この夏あなたの思い出に残る感動のひとときをお楽しみください。東京すごい花火、ユーミン 50th アニバーサリー真夏の夜の夢、ただいまチケット絶賛発売中。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。時刻は4時47分、日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの大内さん、お願いします。はい、中央道が事故のため渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で乗用車6台の事故のため11キロの渋滞です。八王子ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は2時間です。東名高速道路の上りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近を先頭に9キロと東京インター付近で工事のため2キロの渋滞です。関越道の上りは高戸西スマートインターを先頭に7キロ渋滞しています。この先、一般道、その他待ち伏せエリアに注意してください。交通情報センターの大内でした。ありがとうございました。お聞きの日本放送、この後はなにわ男子のイルカでお楽しみください。イルカです。今年も開催、イルカウィズフレンズ。8月31日木曜日、千葉県市川市文化会館。ゲストは鈴木茂さん、坂崎幸之助さん、阿佐ヶ谷姉妹のお二人、神戸斗真。ただいまチケットの先行予約を受け付け中です。ぜひお越しくださいね。何でしょう、やだよ、やだよ、何で。日本放送が FM でも聴けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。E.T. やスター・ウォーズの作曲家ジョン・ウィリアムズが常任指揮者を務めたボストンポップ、20年ぶりの来日公演が決定。日本初公開、ジョン・ウィリアムズによる解説映像付きのスター・ウォーズからの名曲や、未知との遭遇、シンドラーのリスト、ハリー・ポッター、 E.T. などの名曲を予定。ゲストにはピアニストの角野隼人とバイオリニストの服部萌音が登場。ボストンポップスオンザツアー2023、ジョン・ウィリアムズトリビュート日本公演は10月6日金曜日から8日日曜日まで、東京国際フォーラムホール A。 詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。初めての体験メールをご紹介します。よりどころネーム、のぞハムハムさんから。私の初めての体験はルービックキューブを。私の初めての体験はルービックキューブを全面揃えたことです。はい、息子が欲しいと買ったものの難しくて揃えられず、そのままにしていました。パズル好きの私がネットで調べながらやってみると見事に揃い、とても気持ちが良かったです。今はまだ調べながらじゃないとできませんが、やり方を覚えてついついできるようになりたいです。ルービックキューブなんかやってなかった。ルービックキューブやってたな。なんかルービックキューブハマってたよな。一時期めっちゃハマってた。けど難しいねんな。難しいよな。そう、なんかさ、慣れてる人ってこう手のあれがすごいやん。あ、カッカッカッ、こうやってなんかあるやん、あの素早いやつみたいな。俺もちゃんとこうカッチャン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 こうやってこうやって見ながらカチクチクってやってた。あれでもできたらかっこいいよな。あれできたらかっこいい。しかもさ、一面だけじゃなくて全面揃える人おるやん。いや、あれむずいよね。一面揃えるだけでもエグいやん。エグい、時間かかんの。そうそうそう、全面揃える、どうやったらできんやろうって感じやし。しかも見ないでやる人とかもおるわけやん。目隠ししてこうやってやる人もおるし、すごいよな。
あ、確かに。いや、すごいですね。はい、それではです。それでは行きましょう。なにわ男子の高橋恭平です。こんばんは、道枝俊介です。いつまでもうぶな気持ちを大切にあなたに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のうぶラジ、今週も始まりました。よいしょ。イエーイ。今週もですね、先週に引き続き高橋道枝の同期コンビで、同期コンビでお送りしました。コンブリ、コンブリ、どんぶり、コンブリ。いやー、ミッチのルービックキュービーにちょっと釣られまして、すいません、はい。同期コンビですね、同期コンビで